よし、着いた。ここがティマイオスの錬金場だな。今、僕の名前を呼んだか？やあ、待ってたよ。ティマイオス、課題は終わったか？オイラ、早く詩を聞いてみたいぞ。ごめん、時間がなくて。ティマイオス、進捗はどうなってるかな？あれ、旅人さんとそのお友達、こんにちは。スクロースさんから錬金の配合の解読を頼まれたんだけど、難しすぎて僕にはさっぱりだよ。じゃあ何も進展がないってこと？ああ、そうなんだ。そっか、実は私もわからなくて。おい、錬金術ってそんなに難しいのか？もちろん、錬金術は古くて神秘的な学問だからね。今やその知識を有する人はどんどん少なくなってる。私もそう思ったんだけど、でもアルベド先生はまだ雪山でスケッチしてるし、私たちも研究が残ってて離れられないし。もしアルベド先生にもわからなかったら、この世でこれを解読できる人間はいないだろうね。まったく、スクロースさん、これは一体何なんだ？私が古書から写した風の花の配合だけど。あれ、まさか風の花って自然に生えてる植物じゃなくて錬金術で作るものだったのか？へえ、そういう考え方もあるんだね。いえ、直接風の花の配合と書かれてたわけじゃないの。私がそう推測しただけで。あの古書には、もう書物とも呼べないかな。損傷が激しくて、ところどころチリチリになったメモと、未知の言語で書かれた配合だけが残っている状態なんだけど、作者はこれが非常に貴重な配合だということをメモに書いてるんだ。具体的な内容は私もティマイオスも解読できてないんだけどね。意味がわからないかもしれないけど、でも貴重なものといったら風の花しか思いつかないでしょ。じゃあすごい想像力だね。だから旅人さん、私のお願いを聞いてほしいんだけど、この配合が書かれたメモをアルベド先生のところまで持って行ってくれないかな。アルベド先生は雪山のふもとにある拠点に行ったみたいなんだ。うん、雪山か。風情のあるいい場所だよね。錬金術で作った風の花、オイラも気になるぞ。アルベドに聞いてみよう。古代の錬金術は不思議だな。アルベド。ん？旅人とパイモン、それにそちらの方は？銀融野郎だ。ウェンティでいいよ。しがない銀融詩人さ。こんにちは。僕は錬金術師のアルベド。せっかくのウィンドブルーム祭でみんなにぎわってるのに、一人でこんなところにいるのか。じゃあ、そんなにぎやかな日に僕を探しに来た君たちは一体どういった目的で来たのかな？スクロースの手伝いをしてるんだ。スクロースからメモを預かっててな。古書に書いてある風の花の配合らしいんだけど、スクロースにもティマイオスにもわからないんだ。だからかわしてお前を探しに来たってわけだ。風の花の配合？なるほど。この紙に書かれてあるのは古代の言語だ。スクロースとティマイオスが解読できないのも無理はない。しかし、これは風の花の配合ではないと僕は思う。じゃあ何なんだ？まだ推測に過ぎない。結論を出すには完成品を見るしかないかな。
僕はまだ仕事が残ってる。必要な材料をリストにまとめるから集めてきてもらってもいいかい？終わったー。ご苦労。見せて。うん、全部揃ってる。今練習するから少し待っててくれ。完成だ。おお。わあ、これがスクロースの言ってた風の花なのか。けどこれってただのスイートフラワーじゃないか。よく見て。普通のスイートフラワーと何か違うところはないかい？確かに。なんでこんなに大きいんだ？これが古代の配合で錬成したいわゆる風の花。実にスクロースらしい。なんだかあの女の子が好きそうだね。こんなに大きくて本当にスイートフラワーなのか？本質的には何の違いもない。これは断言できる。でもその配合はスクロースが古書から移したものだよな。まさか古代にもスイートフラワーがあったのか？ああ、古代にもスイートフラワーはあった。この品種は長い歴史を持っているんだ。本当か？スイートフラワーってそんな昔から存在してたのか？そうだ。では僕は山へスケッチに行くから、これは君たちが届けてくれ。旅人、セレモニーを楽しんでくるといい。スクロース、君が欲しがってたものが手に入ったよ。お、おかえりなさい。それでティマイオス、課題はできたかい？風の花が完成したの？見せて見せて。ほら、これが錬成してできた花だ。アルベドが言うにはこれは、わあ、私が夢で見た風の花、スイートフラワーだぞ。うん、よく聞いて。これは古代の配合なの。出来上がりもこんなに完璧で、まさに私が夢で見た種が4倍大きいスイートフラワー。そんなのあるのかよ。種が4倍大きいスイートフラワーの種は通常の種より4倍大きくて、種が4倍大きいスイートフラワーの種でできたスイートフラワーも4倍大きいスイートフラワーなんだよ。より大きく、より強く、より美しい完璧なテイワット産物なの。それにそれに配合は古くからのもので、長い歴史があって強大で完璧な花なの。誰が何と言おうと私の風の花はこれしかない。さすがスクロースさん、完璧なロジックだ。みんな、私は風の花に養分を補充してくるから先に失礼するね。錬金術のことになるとあんなに熱くなるんだね。ところでティマイオス、課題は？さっきできました。見てください。おお、オイラが一番好きなコーナーだ。ティマイオス、君の作品を読んでもいいかい？え、読むんですか？それは。もう恥ずかしがらないで。じゃあ読むよ。錬金場の前で手をつなぐ君と僕、火は見当たらない。心の中で燃えているから。おお、感情がこもってるし仕事のこともうまく取り入れてていいと思うぞ。確かに意外にも傑作だ。ティマイオス、君才能あるよ。本当ですか？僕なんかが書いた詩が褒められるとは
ウエンティ先生の教えがうまいからですよ。先生、今やってる仕事が終わったら今回の授業料を準備しますね。うん、楽しみにしてるね。ふふん、楽しい仕事だな。課題もだいぶ集まったし。誰かを忘れてる気が。誰だったか。ベネット、あいつどこ行ったんだ。いい感じだ。古代の錬金術は不思議だ。失踪したの。失踪？まさかここを離れてから一度も帰ってきてないの？そうなの。何か危険なことに巻き込まれたんじゃないかって心配で、どこに行ったのかもわからないし。旋風の神殿。あ、ロサリアさん。大聖堂から大きな声が聞こえてきたから様子を見に来ただけよ。そういえばあいつ、思い出したぞ、旋風の神殿だって言ってたな。善は急げだ、早く旋風の神殿に行こう。起きては見たものの全然見つからないぞ。ん？あっちを見ろ。声がする。スクだ、誰か来たぞ。俺たちを助けに来たのかもしれない。旅人、敵に気をつけてね。ここだ。この檻を見れば驚くよな。二人とも別々に閉じ込められてるんだな。すごい設計だね。古代の装置かな。どこかに絶対仕掛けがあるはずだ。近くを調べてくれないか。腹減った。さっき俺のリュックにあるディンゴ食べただろ。獄中生活も楽しそうだね。ずっとそこにいるのも悪くないかもね。いやいやいや、冗談はやめろって。お願いだ、仕掛けを調べてくれないか。開いたよ。ああ、やっと出られた。突然だった。俺は別に驚かなかったぜ。こんなの俺にとっちゃ日常茶飯事だからな。ごめん。謝るなよ、お前のせいじゃない。それで二人に何があったのか聞かせてくれるかい。ちょっと待った、あの脅迫状はどうなったんだ。あれは偽物で、ファンが気を引くためのものだったんだ。なんだって。くそ、そんな理由のために俺は丸一日も閉じ込められたのか。ごめん。いやいや、レザー、何回も言うけど謝るなよ。俺が考えなしに突っ走って間違った場所に来たのが悪かったんだ。はぁ、大聖堂を出た後、旋風の神殿に来たまではよかったのに。ここ一帯は魔物が多くて遺跡周囲までいるし、あのでっかいのお前たちも見たことあるよな。でも俺は一流の冒険者だからな。機敏な動きであれをかわして神殿の奥深くまで来たんだ。そしたら魔物の雄たけびが聞こえてな。ああ、もうだいたい予想がついたぞ。
それを悪い奴が用意した罠だと思った俺は、冒険者ベネットとしてベニー冒険団団長として立ち向かうと決めたんだ。そして俺は勢いよく中に突っ込んだ。そしたらそいつを見つけたんだよ。レイザー、どうして旋風の神殿に来たんだ？放浪寮、狩人、多い、うるさい、だから離れた。それで旋風の神殿に来たと。その後はこの仕掛けに閉じ込められたの？ああ。この牢屋は悪質すぎる。二層になってるんだぜ。レザーが閉じ込められてるのを見たから助けようと思ったのに、突然大きな音がしてもう一つの檻が落ちてきたんだ。やっぱり予想通りだったな。ところでお前たちはなんで旋風の神殿に来たんだ？ベネット、課題は覚えてるよね。僕は課題を添削してその授業料をもらいに来たんだよ。おお、それか。覚えてるぜ。檻にずっと閉じ込められてて暇だったから、その間に書き終えたぜ。レザーにも見てもらったしな。そうなのか？どうだった？わからない。でも暖かくてビリビリする。ググプラムに刺されたような。ベネット、君の作品を読んでもいいかい？おう、いいぜ。俺の実力をみんなに見せてやる。来たぞ来たぞ、拍手の用意だ。神社界とお前、近くて遠い。一つは大陸の向こう、一つは心の中。ググプラムとタンポポ、俺の風の花をお前に。ん？ググプラム？どうだ？いいだろ？独特な作品だな。とてもいい作品だよ。シンプルだけど心がこもってて感情移入もしやすい。ありがとう先生。ベネット、よかった。おう、お前にも感謝だな、レザー。おう、やったな。でもググプラムとタンポポって風の花なのか？ああ、それはな、俺がレザーにお前が思う風の花ってなんだって聞いたら、ググプラムって答えたんだ。うん、ググプラム、いい。果実でもいいのか。うん、その発想は斬新だね。ああ、嬉しいぜ。どうやら今日は運がいいみたいだ。こんなところに閉じ込められても助けが来たし、俺の詩も褒めてもらえた。本当に最高の気分だ。モンドに帰ったらすぐに先生のためにお酒を買うからな。ベネット、幸せのハードルが低いな。そう言うなよ。運は悪いけど、それを受け入れなきゃやっていけないだろ。うん、頑張れ。かわいいやつめ。みんな、いいお知らせだよ。生徒からの課題が全部揃った。やったぜ。お祝いに酒場で一杯やろう。みんな、俺とレザーは先に失礼するぜ。レザーが珍しい探検場所を知ってて、一緒に見に行くことにしたんだ。みんなも楽しんでかいよ。オーナー、来てやったぞ。ようこそ。空いてる席に座ってくれ。あれ、リルックの旦那。いやあ、酒を飲んでから行くつもりだったが、お前らの方から現れるとはな。にぎやかだね。ウィンドブルーム祭だからな、暇があればみんな酒場に来るのさ。旅人、酒は飲むか？飲んでも飲まなくても構わない。大事なのは祭りの雰囲気を味わうことだ。ジン団長からことづけを頼まれてな。
お前を今期のウィンドブルーム祭のスターに選んだらしい。とても名誉なことだぞ。ウィンドブルーム祭のスター？ウィンドブルーム祭のスターはモンドの最高栄誉の一つだ。モンドに多大な貢献をした者、もしくはウィンドブルーム祭の期間中に突出した成果を残した者に与えられる。君がモンドに来てからいろいろと助けられた。これはみんなからの礼だ。そう、遠慮せず受け取ってくれ。そうだ、もう一つあってな。ウィンドブルーム祭のスターは騎士団長と一緒にセレモニーに出席する必要がある。その式典でお前はモンドの人々を代表して風神バルバトスに風の花を献上するんだ。でも風の花って一体どの花なんだ？いい質問だな。お前はどう思う、ディルック？言いつけを伝えるのと式典の説明は君の仕事だろう。風情がわからないやつだ。旅人、風の花はウィンドブルーム祭のスターが決めることになってる。つまり風神に献上する花はお前が決めるんだ。責任重大だな。ところでバーテンダーは？どうしてディルックがお酒を作ってるんだい？チャールズなら配達に行ってるわ。ウィンドブルーム祭は酒の配達を頼む人が多いからな。なるほど。じゃあディルックの腕前はどの程度のものなのかな？腕利きのシスター殿はどう思う？悪くないわ。腕利き？お前たち喧嘩でもしたのか？まさか。ロサリアが騎士団の外を走っているのを見て不審者だと間違えてな。幸いにもすぐに気づいて事なきを得たが。あの時の怪しい人影はロサリアだったのか。いつもモンド人の一挙一動に目を光らせているなんて、ただのシスターには到底思えないな。お互い様よ。ディルックの旦那もただの商売人には見えないわ。ロサリアは冗談もお上手だ。ここにいる人の中に普通の人なんていると思うか？名高い栄誉騎士までこの酒場へとやってきたんだ。今日はパーッと飲もうじゃないか。その通り。ところでガイア、授業料は準備できた？直接ディルックからもらってくれ。安くない買い物だったぞ。限定の酒だからな。見合う代価が必要だ。旅人、ウィンドブルーム祭は気に入ってくれたかしら？そうならよかった。さあみんな、楽しいウィンドブルーム祭と自由なモンド人を祝って乾杯。本当にいい日だ。僕たちも飲もう。金融野郎、自分だけずるいぞ。オイラにも美味しいのくれ。飲め飲め。大聖堂に比べると酒場って本